こんにちは、みなみです。はい、ちょっと眠すぎて、今日は私、みなみ、新型コロナウイルスに感染してしまって、今、療養期間ということで、療養期間中の一日の過ごし方を今日はお届けしたいと思います。今、起きました。そして、目が開きません。まずはね、熱測ったりしないといけないので、起き上がります。それでは、スタート。まずは、熱を測ります。もうないんですけどね、普通。じゃーん。あとは、こういうやつもやります。なんか、100でした。健康状態を入力してくださいみたいな。やつ、これをね、入れていきますね。体温とか、36度。100%。完了しました。OK。もう、とりあえず、眠い。下行きたいと思います。はい、下は明るいです。はい、おはようございます、プーちゃん。はい、はい、危ないよ、危ない。危ないよ。ねえ、プーがなんかすごいんだけど。おはよう。いつも朝起きて降りてくると、これ。今、誰も外に出れないので、だけど昨日、バーバが差し入れを持ってきてくれたの。うん。そのメロンパンがあるよ。で、ちょっとご飯タイムです。ヨーグルトとメロンパンいただきます。もうみんな元気なんですけど、まだ療養期間。ですね。はい。いただきます。うまー。はい。じゃあ、美味しく食べまーす。バイビー。はい。アイシャドウをやっていきたいと思います。やっていきたいと思いますっていうかね、ちょっとやっちゃってるんですけど、涙袋をぷっくりさせましょう。私のイメージは韓国のね、なんか涙袋を縦にぷっくりよりも横にこうなんか細くあるイメージがある。で、そう調べながらやった方がいいよ。こういうの。あー、地雷ラインとかもいるのかな。けど私はこっちに入れますね、この際のとこ。で、ラメが大事なんだけど、この本の方にいただいたやつですね。ありがとうございます。これを、大粒なんだけど、かわいい。ちょっと、両方混ぜて使っていきます。最近私、ワンピース見始めたんですよ。今頃って感じだと思うんですけど。それで、面白い。けど、マジで、まだ20話、30話ぐらいなんですけど、終わりが見えなさすぎて、これ終わんの本当にみたいな。でもねーねも1年ぐらいかかってたから、マジか、みたいな。わかんない。韓国風がわかんない。どうしよう。結局普通のメイクになってく。とりあえずキラキラさせとこう。そう、まつげやればまあいい感じになるから。ワンピース見てるとか言いながら、今リコリス見てる。私いっぱいあるんですよ、見てるのが。同時に見ていかないと、いけないんですよ。もう大変大変。じゃあ、まつげします。それじゃあ、また、完成が近づいたら撮ります。はい、ということでメイク完成しました。髪巻いていきたいと思います。髪型をどうしようかなと思って。ツインテールしようか、巻き下ろしか迷ってるんで、とりあえず、髪の毛巻く。やっぱりロングはね、いろんなヘアアレンジができるから、いいですね。
完成じゃないよ。間違えたよ。別に外は行かないけど、おーちゃんのスプレーかけます。これつけたいと思います。これピンつけるだけでマジで雰囲気変わるよね。オッケー、いい感じ。じゃあ、TikTok 撮ってきまーす。何中ですか？コメ編中。もうそろそろ夕飯が届きます。じゃあ、ご飯待ちたいと思います。はい、夜ご飯です。なんか今日は特に YouTube 他の撮影あるとかじゃないから、すごいなんかダラダラしちゃったんですけど、なんかしたいよね、ママ。このまま一日が終わるのはもったいない。今からあれだよ、サイちゃんと企画会議が今日か。ちょっともう混ぜちゃったんですけど、ミートスパゲッティ。イエス、私の大好物にしました。じゃあゆっくり食べます。完食です。はい、それではちょっとまたゴロゴロタイムに入りたいと思います。はい、じゃあバイバイ、ごちそうさまでした。片付けます。はい、ちょっと自分の部屋来たんですけど、ねえねにね、まあ、いつも通りビデオ電話しようかなと思います。動画撮ってます。今日の夜ご飯何を食べましたか？予想していい？チーズボール。正解。お風呂に入らないやつですね。ですね。いつも特に話すことなくてもつなぎながらなんか携帯いじったりしてます。まあちょっとねーねー電話してみたよっていう回です。今日は自宅療養の過ごし方みたいな一日。ああ、そういうこと。まあいつも通りかけたんだけど、今日10時15分に起こしてたら忘れてた。朝でしょ？うん、朝自分で起きてた。お風呂に入るんだけど、すごくめんどくさい。早く入ってこい。私もお風呂に入らなきゃ。うん。じゃあお風呂に入ります。バイバーイって。バイバーイ。バイバーイ。はい。いつもよくわかんない電話してますっていうのをちょっと再現みたいなやってみました。お風呂入っていきたいと思います。はい。はい、今からマスカラリムーバーをします。ちょっと立ってからお風呂入ってきます。私はお風呂の中でメイク落とす人なんですけど、皆さんはどっちですか？ねえねえとるいかね、洗面所でな、さん、お風呂で私とママは全部やっちゃいます。はい、ということで行ってきます。ふぃーん。はい、今からスキンケアをします。髪が起こすのめんどくさい。最近めっちゃスキンケアサボっちゃってる。化粧水 OK。 クリームを使います。これ使ってます。で、今から髪乾かすんですけど、髪乾かすまでちょっと携帯見てます。はい、髪を乾かします。やっと乾かす気になりました。早く乾かすよって話だよね。ね、本当に今日の動画内容薄くて申し訳ない。やっぱりさ、家だとさ、できることとかやること限られててさ、本当になんかおうち時間みたいになっちゃったんですけど、髪乾かします。はい、乾かしました。今地毛どのぐらいってめっちゃ聞かれるんで、ちょっとお見せしますね。微妙だけど、まっすぐにしたら多分この辺までありますね。この辺です。だいぶ伸びたね。ボブにしないんですかって言われるんですけどね、まあ、いつか。でもここまで伸びたらさ、もったいなくない？
みんなルーティーン動画好きって言ってくれてすごい嬉しいんですけど、この動画はどうなんだろうかっていう感じ、需要あるのかなみたいな。そう、熱があった時は薬飲んでたり、あと関節痛とかあったら薬飲んでたけど、もうそういうのないので、療養期間中といっても全然薬とか飲んだりしてなかった。おうち時間みたいになっちゃった。前髪アイロンして、OK アイロン割り。とりあえず、ちょっとマルプーにお休みの挨拶をするために下に行きたいと思います。ふーちゃんです。うわー、ちょっと最後の挨拶をしに来ました、うん、お腹すいたんだけど、ママ痛い。なんもないよ。あ、石ガムパン食べようか。どうする、食べる、やばくない、でも今パン食べた、絶対やばい。ねえ、みんな、ここに石窯パンがあるんだけど、どうする？ちょっとさ、みんなもさ、深夜の夜食食べたいよね。今日の動画、全然、ただのおうち時間みたいになっちゃってるから、ちょっと最後はみんなと一緒に夜食を共有しようかなと思います。みんな、これ一緒に夜食食べよう。この動画見ながら。じゃじゃーん！さっき食べなかった石窯パンでーす。これです、皆さん。私が言ってるココスのパン。でも、お店で食べた方がもっとふわふわしてる。じゃあ、チンしてきます。できました。それでは、ちゃんとバターもつけて食べたいと思います。やばまあ、こういうのはね、勢いが大事ですからね。いただきます。たまにはいいよね。うん、うまいちょっと画角に映ってんのダイエットは明日からって曲あるよね。ということで、美味しく食べていきます。夜食を、ふーちゃんはちょっと見ないではい、すごい場面飛んだかもしれないんですけど、パン食べて歯磨いてきました。もう寝れる状態です。あ、うん、今日は自宅療養中の過ごし方の動画だったんですけど、まあ、ちょっとあんまり見栄えというか内容が薄くなってしまった動画なんですけど、ちょっとすごく申し訳ない。もし次ルーティンやるときは、まあ、なんかもうちょっと内容濃い動画にできたらなと思います。ちょっとこの動画大丈夫かなっていう感じなんですが、最後まで見てくれてありがとうございます。それではバイバイ。